カッパッパチャンネル。どうもカッパちゃんです。リンちゃんです。2人合わせてリンパッパです。スタンディングオベーション。今日のこのカッパッパチャンネルは自由タイムです。バイバイ。ということで、カッパッパとリンちゃんはいつもこんな感じでいるんですけども、今日はね、私たちのお友達を今日カッパちゃん呼んだんですよ、このチャンネルに。本当ですか？うちら以外のゲストって結構初めてじゃない？初ゲストですね、はい、ということでお呼びしましょう。おカエルの歌が聞こえてきたよ。カッパカッパチャンネルのカッパチャンネルのカッパチャンネル。ケロヒラちゃんです。ケロヒラちゃん、ケロ。あ、なんか持ってきてくれたよ。あ、ありがとうございます。これをケロヒラくん の、 あの名刺をカッパちゃんはいただきました。私はケロヒラくんのシールをもらいましたよ。見て、ここ目だから見て。ケロヒラくん久しぶり。ケロヒラくん誕生日が6月29日で、平泉世界遺産の日なんでやんす。住まいが平安時代後期？すごい、だからこんなツルツルなんだ。好きな場所、浄土庭園かっこ池。好きなものなんだと思う？え、ケロヒラが、うん、分かった。はい、前沢牛。違うって。違うの？正解はドブロクでした。苦手なこと？泳ぐこと？うん、苦手なことは争いごと。何このフェイント？何このフェイント？特技は？よいしょー、よいしょー。相撲だって一緒じゃん。一緒じゃん、一緒じゃん。友達誰と思う？みるんちゃんとか。きよひらくん。きよひらくん。ケロヒラくんは平泉の柳の御所遺跡から出土した平泉のカエルギガをモチーフとしたキャラクターでやんす。平泉のカエルギガは国宝の超獣、超獣鳥獣人、鳥獣ギガに類似しており、現代の漫画にも通じる表現法が用いられています。ケロヒラの名前は平泉のヒラを表しております。くれましたけど、ケロケロ。ねえねえ、お腹に秘密あるんでしょ？ケロヒラくんのお腹を撫でてみて。はい。あ、ふわふわ。幸せになります。本当だ。幸せになった。かわいい。かわいい。かわいい。じゃないよ。お腹撫でて。ラブ。ラブの手で切るんだよね。ラブ。ラブ。ありがとう。ねえ、そばちとも友達なんでしょ？そう、うんうんって言って。という。こんにちは。ということで、皆さんもぜひ平泉にいらしてケロヒラくんのことも応援してください。本日もご視聴いただきまして